おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、超究極の闇魔力になるべく簡単に勝つためにあると便利なものを、いくつかご紹介していこうかなと思います。まず一つ目ですね、魂の紋章です。ただ紋章って聞くと割と拒絶反応を起こす方が多いんですけど、今回はかなり簡単につけれるのでつけることをおすすめします。で、今回つけるべきソウルスキルがこの2つですね。ニードルパネル耐性と対光の心得となってます。そしてここにモンスポットの要素を加えていきます。で、今回必要となってくるパワーが紋章のパワーです。この紋章のパワーのスポットにアンテナを設置してあげると、翌朝の4時までソウルスキルを1段階上位のものにしてくれます。なので今回だとニードルパネル耐性がニードルパネル耐性極みになって、対光の心得が対光の心得上となります。さらに直接パワーを回収すると、その場所から離れても一度だけソウルスキルを2段階上げてくれます。なので今回の場合は対光の心得が極みになります。で、次なんですけど、そもそもキャラがいないっていう方はこちら仮門っていう制度があります。こちらは、まあ、実際に近くにねモンストをやってる知り合いがいないとちょっと使うのが難しいんですけど、こちらの仮門制度を使って適正キャラを、まあ、知り合いの方から貸してもらうっていうことができます。で、この貸し門をしてもらえれば2日間はずっとそのキャラが自分のボックスにいるので、そのキャラを使いながらフレンドの強いキャラを使うっていうこともできます。そして最後がアイテムですね。例えば HP が足りなくて負けちゃうっていう方は HP アップのアイテムを使ってあげたりとか、あとはボスが削りきれなかったりとか、闇属性以外のキャラを連れて行って雑魚のワンパンラインに乗ってないよとかっていう方は敵の HP10% オフのアイテムを使ってあげたりするといいんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ知ってることが多いっていう方もいたと思うんですけど、まあ知らない方のね役に立てばなと思います。あとはワクワクの実でのね、ステータス上げだったりとか、あとは照明削りだったりとか、そこら辺の強化もかなり有効的かなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。